ガリンスタン・ガリンスタンは、ガリウム、インジウム、スズの強調合金で、常温で液体の金属である。ドイツのゲーラテルムメディカル株式会社が開発し、ゴリンシュタンは、同社の登録商標である。名前は、核元素のラテン名、ガリウムマイナスインジウムスズに由来する。素性は、ガリウム68.5%、インジウム21.5%、セ10%である。 ガリンスタンはガラスへの濡れ性が高い他の常温で液体である金属に比べて毒性が低い。また、蒸気圧が低く高熱にさらされても気化しない。そのため、体温計など水銀が使われる用途の代替材料としても使用される。ただしガリンスタンはガラスを含む多くの材料に対して高い濡れ性と付着性を有する。そのため、ガラスに入れて使用する場合、 ガリンスタンが接する部分にはコーティングが必要であるなどの課題がある。また、原料のガリウムやインジウムが効果であるため、原子炉冷却剤のような大量に使用する用途には向かない。また、常温で液体の金属であるため、他の個体の金属と触れていると染み込み、税化を起こし、その金属の強度が下がる。ガリンスタンを使った体温低洗術の体温計などの用途のほか、 濡れ性と付着性が良く熱伝導率が高く熱に強いことを利用し、放熱グリス様の利用をされる。ただし税化が起きやすいためアルミニウム製のヒートシンクには使用できない点に注意を要する。ありがとうございます。